県民の皆様には多大な不安をお与えしましたこと、また公表とご説明が遅れましたこと、重ねてお詫び申し上げます。この問題は今年6月、県庁地下2階の駐車場から人体に有害とされる有機フッ素化合物 PFAS を含む泡消火剤が流出したものです。県の宮城総務部長は今日会見を開き、発生から3ヶ月余り公表しなかったことを担当職員の危機意識の欠如だと謝罪した上で、知事への報告も流出から3ヶ月経った今月15日だったことを明らかにしました。本来であれば6月の段階で速やかに情報を共有し、県民の皆様へも公表すべきだったと反省しているところでございます。外部に流出していなかったという認識については私の方も非常に甘かったと思っております。県によりますと、今月19日に水質分析を行った結果、地下2階の遊水槽から暫定指針値の480倍となる PFOS と PFOA が検出されたということです。遊水槽に溜まっていた PFOS などを含む水の一部はすでに雲地川に流れ出たとみられていて、県は遊水槽に残された水を今週中に回収する方針です。